さあ、どうも、こんにちは、トリピです。ということで、今回ですね、ちょうど今、シティリーグシーズン3が終わって、帰ってきたところです。まあ、結果から報告すると、俺は3勝1敗で、12位。決勝リーグには上位8名が、いけるので、残念ながら予選敗退です。そのことについてね、まあ、EV ヒーローズを開封しながらね、喋っていきたいと思います。俺はね、もう本当に悲しい。マジで今回ね、めちゃくちゃ悔しいです。まあ、俺が使った、まあ、デッキとか、もろもろとか、あとは対戦相手とか、その日のなんか様子みたいな、まあ、シティリーグの感想みたいなのを、喋りたいと思います。それでは、開封の準備から。さあ、ということで、開封の準備できましたんで、1パックずつ、順番に見ていきたいと思います。ちなみに俺は、64人の、大会に出てきました。でもって、まあ、12位フィニッシュと、いうことでね、実はね、前回も、その、64人の大会で俺、9位だったんですよ。で、その時はね、3勝2敗で9位なんですよ。まあだから予選が5試合やったんだけど、今回まさかの、なんかよくわかんないんだけど、4連勝が2人出たとか言って、予選がね、4回で終わったんですよ。だから俺3勝1敗で急に終わったんですよ。それのせいで3勝1敗が、16人ぐらいいたのかな。で、4連勝が2人でしょ。で、まあ自動的にね、まあ勝率とか独自の計算で上から6人が決勝リーグに行くっていう、なんとも納得できないことが起こりました。俺も最後の5試合目で勝ったら確実に決勝リーグって分かってたからさ、やっと、ここだ、ここで俺は、ついに決勝リーグに行くんだとか思ってたんだけど、そううまくいかなかったです。ちなみに前回も俺3勝1敗で、最後の、ここで、勝てたら決勝リーグに確定でいけるっていうところで、ちゃんとその時はね、負けたんで、アグレッシブマックス、まあ、9位で終わって、決勝リーグにはいけなかった。あと一歩届かず、8人のところには入れなかったみたいな感じで。まあ、負けて終わったらね、まあ、しゃあないかって思って終われるんだけど、今回はね、戦うことすらできなかったんで、前回みたいに。前回と全く同じだよ。3勝1敗つつだよ。そんなことある、アサンダするし。そんなことあるっていう感じだったけどね、俺的には。やりたかったよ、5試合目全然いけると思ったんだよ。ちなみに俺が、使ったデッキは、三振バレットっていう、対戦動画で言うところ最近、ビグゾーとやったやつ。あれの、まさかの、ビグゾーの方のデッキ60枚丸々パクって出ました。はい。結構難しい。あ、なんか早いね。結構難しい。立ち回りとかが、相手の対戦のデッキによって、かなり、変わってくる。使うポケモン、置くポケモンが全く違うんで、結構練習が必要なデッキなんで、そこそこ練習して頑張って、調整とかしてきたんですけれども、届かなかったです。悲しいです、俺は。はい、シビビール、ニャース。で、まあ、それの1枚ずつね、順番にその試合をやりますか。ちなみにリスナーめっちゃいたわ。俺シティリーグの前日にさ、さっき言った動画上げたからさ、リスナーにさ、僕昨日動画見たんですけど、まさか本当に三振バレットで、動画の中で俺三振バレットで行くかもとか言ったんだよ。まさか本当に三振バレットで来ると思いませんでしたって言われた。だから俺、バレてた。動画の内容が、俺が持ってくるデッキがバレてました。ラウは。さあ、で、1試合目が俺負けたんだよね。まあ、1試合目負けたから多分ね、その勝率系のやつがね、あんまり良くなかったんだけど、1試合目はまさかのダダリンでした。ダダリン VMAX。まあ、予想と違うデッキ、環境外の、デッキと1試合目から当たることになって、まあ、一応俺の、その三振バレットには9コンが入ってたんで、まあ、全然戦えるし、なんだったらいけるんかなって思ったんだけど、あれですね。初手先行を取って、うねりがあって、まあ、ザシアンもドーミラーも、ザシアンとかドーミラー最初俺のデッキ置きたいんだけど、それをが2枚ともない状態で、初手デデンネ持ってたみたいな。で、まあ、しゃあない。これは、デデンネ使って回すしかないなって思ってたんだけど、その次のターンに、うねり出してから大丈夫かなとか思ったら、マーシャドウを使われて、いただきの雪道置かれて、まあ、そっからもういただきの雪道は、ずっと割れずに、手札にクロバットとかは、来ることはあったんだけど、本当にサポートをマリーも博士も打てずに、蹂躙されるっていう、公式番組の、アイゴリみたいになりました。それで、負けました。悲しかったです。はい。で、で、そっから3連勝一応したんだけど、2試合目は、2試合目何だったっけ？あ、黒馬だ。黒馬バトレックス V。まあちゃんと黒馬バトレックス V はね、ガラルファイヤー使ったら一応ワンパンできるようになってるんで。まあそれで、まあ三振結局使ったんだけど、サブプランの三振、まあまあ勝つことが、できましたと。で、3試合目ね、めっちゃ面白い、対戦だった。面白い対戦ですか？面白いデッキを使う人と当たった。
ガラルサニゴーン闇ラミパレット考え方的には考え方やってることは俺の三振パレットと変わらないんだけど、まあそれをダメカンとかホミカとかも入っててドガースとかでダメカンばらまいて、あとはスタジアムでダメカンを 手張りするたびに置くような形にして、まあそれで最後闇闇でワンパンとか狙いつつ、サンダーとかガラルサンダーガラルファイヤー V とかで、まあ環境デッキをワンパンするみたいな立ち回りをするデッキで、まあ俺もあのかなりなんかもうなんかすげえデッキ使うなっていう感じで何してくるか分かんなかったけど、まあそういうデッキにはね、サブプランの三振ザシアの戦い方すればこっちは良かったんで、普通に三振出してオルタージネス、オルタージネス追加効果ありで打って、まあサイドを3枚ずつくらい取って、2枚2枚でデンネとナンカーみたいな感じで勝つっていうプランが取れましたと。危なかったです。で4試合目ここ勝ったらなんとか耐えれるなっていうところで、僕は無限ダイナと当たりました。無限ダイナは練習で何回もしたんですけど、まあガラルサンダー V がお守りをつけ、お守りつけられたらワンパンできないのを考慮して、無限ダイナ戦は追加効果なしでね、三振がね、オルタージェネシスを打ったらね、お守りをね貫通するんですよ。それをちゃんと練習のタイミングで、まあ、もしくはミュウのベンチバリアのバラ巻きで3点お守りつけてた分を倒すっていうプランあるんだけど、ちゃんとそれをやって1円ね追加効果なしのオルジェネをね、まあそれはかなりね要求値低いんで結構で簡単にできるんですけど、それをやったおかげでねちゃんとですね、無限大のお守りがついた無限大のガラルサンダーでワンパン、さらにメタモンで進化してするみたいな、そんな形をね、取れてかなり優勢でね、ちゃんともう想定通りの勝ち方、勝ちた方をすることができました。もうだいぶ有利。そのこのデッキを考えた人曰く無限大のには8割ぐらい勝てますっていうことだったんで、その感じでそのままね練習がうまく生きたみたいな試合ができました。よっしゃ、あと1勝、次勝ったら決勝リーグや。決勝リーグまで行ったらね、もう1回勝つごとにベスト4、次勝ったら、ベスト2で、最後あと3試合勝ったら優勝みたいな形でね、まあ、正直前回のポケモンカード公式さんが繁盛さんベスト4でね呼んでたんで、いや俺これもう次の試合勝って決勝リーグ行ったらほぼほぼもういけるんじゃないか公式までとか思ってたんですけれども、残念ながら4勝の人が2人出たんで、ここで予選を強制終了しますって言って、なんかみんな騒然としてたわ。え、こんなことあんのみたいな、5試合目ないので、そのままその勝率をオポネントみたいなの見て、俺パッて3勝1敗で見た、気になってみたらいけるんじゃないかと思ってみたら、残念ながら10人俺の前に3人4人、それぐらいいました。悲しいまあ初手ね、うわー待って SR 来てないね。これさ、あれだぞ、俺は結構ね悔しいって思ってる。正直消化不良だから、負けた気がしてない。いや、まあ負け一勝一敗してるんだけど、なんかそれでもなんか俺は3勝1敗で予選落ちですって言われてもなんか納得できないからさ、せめて5戦戦わせるって感じだから、俺はね結構ねマジで悲しんでたんですよ。帰り本当になんか泣きそうだったんですよ。なんで俺届かんのよって。だからここの EV ヒーローズで SR は最近なんかさ、もう触れるのもしんどいぐらいさ値上がってるじゃん。だからそういうのを出してポケガの神様よ、俺に微笑んでくれ、お願いだ、僕に微笑んでください。 SR 最後まで出てこないの空気マジで読めてんだが、イエスさんお願い、インバスロット、うわー来た、うわー、なんか、え、待って、これ VMAX とかだったらやばいよ今。俺人間 VMAX とかさ買おうって思ってたらさ、今6万とかすんのよ。ブラッキー VMAX 7万とかだからね、もうねシングル買いがねちょっとしんどいなっていう金額になっちゃったから、もう前ちょっと前に買っとけよかったってめっちゃ後悔してるわけ。ここで出ます、当てればいいから、いきます、ふっ、あ、違った、ごめんこれだこれが俺は SR だと思うな、最高。あとはめちゃくちゃ、1試合目とか3試合目とかリスナーに話しかけられました。はい、リスナーでした。1試合目も3試合目も、あ、負けた方も1試合目で負けた方もリスナーだったんだよ、そのダダリン使ってた方で。俺が負けたけど俺まだ決勝リーグ全然行く気だから、
その君の勝率とかにもかかってるから頑張ってくれって言ったら頑張りますとか言って結構頑張ってくれてたんだけど、俺が12位でいけないって言ってかなり泣いてた時に本当ごめんなさいって謝ったけど、マジで気にすんな、お前が悪いわけじゃない、お前が悪いわけじゃない、悪いのは一試合に勝てなかった俺だ。さあ行きます、多分これ SR。 じゃあ V、 おい来い、マジで来い、マジで来い、ニーヒア VMAX とか来い。あれ？おーい V5 枚箱V5 枚箱でございます。まだ楽しませてくれるらしいね、まだ楽しませてくれるらしい。ここでしょ。うわー来たー、来たー、しかもポケモン V、 これはもうあります、一気に見よう、一気に見ます、これマジであるぞ、スペシャルアドバン、本当に来てくれ、お願いだ、行きます、はっ、うわー嬉しいけど違う、嬉しいけど違うんだよなそうなんです、いやでも嬉しい嬉しい嬉しい、グレーシア VMAX、 グレーシアの V の方ね、これがさ、グレーシアさんの VMAX だったら俺持ってないし、つかなんだったら俺さ VMAX の方持ってないから、1枚もスペシャルアート版、なんだったっけ、 V 字セットの A 機以外、いやグレーシア VMAX だったらねマジ最高だったんだけど、そううまくはいきませんでした。はい、ということで残り見ていきます。はい、鬼しずくもゴロンだ。あとね、そうだ、俺と CL とかでね、結構昔に CL とかで一緒に練習会とかして対戦とかの練習付き合ってくれた人が4連勝で、決勝リーグにね、今 NOW でね多分戦ってるとこなんで、俺はその人が優勝してほしいなとか思ってるけど、さっき DM 送って頑張れよとか言ったけど、その人が頑張ってくれてるかどうかは分かりません。俺がこの動画を編集終わって明日多分投稿するけど、から多分投稿終わってる頃に分かることだと思います。はい、ということで、今回は、これぐらいで終わりたいと思います。あ、ちなみに一応なんだかんだで前回も今回もその勝ち越しっていうか、まあ、そこそこねいい順位、64人中9位と12位でそこそこいい順位は取れたんで、チャンピオンスシップポイントっていうのが配られるんですよ。多分16位以内配られるのかな、15ポイント。それで前回15ポイントもらって今回も15ポイントもらって、どうやら多分30ポイントでなんかまだ詳細わかんないけどプロモカードが、公式さんから、もらえるらしいので、俺は、今回その権利は手に入れることができましたんで、プロモはなんか自分で勝ち取ったプロモっていう感じで、オリパよりは、気持ち嬉しいような気がするプロモ、何が来るかは知らんけど、それが家に届きます。まあそれはいつかどっかでまた紹介したいと思いますが、まあポケモンカードはね、実際ね戦ってみたりね、こういうガチで戦うのも楽しいし、炎上で戦うのも楽しい、開封するのも楽しいと、そういう感じでね、まあかなり面白いね、趣味にしたらかなりね、生活が充実するコンテンツだと思いますんで、皆さんもぜひ始めましょう。そして公式さん頑張ってポケモンカードたくさん買えるようにしてください。お疲れ様です。じゃあね。